ちょっとその動きのね、質っていうのは、中で15分間ピッチ内でアップができるから、まあそこで強度っていう部分は上げていくので、ここでは、ちょっと滑らない、まあ、手がないことをしないように、しっかりいい準備をしていきましょう。まあ本当にスタートから出るメンバーは、本当にこう最初から飛ばしていってほしいし、で、交代も今日も5人かな、できるので、で、サブのメンバーもスタートじゃないメンバーもね、しっかりそこに対していい準備ができるように、ここではまだそんなに上げなくて、もちろんね、上げなくていいけど、しっかり気持ちの部分とかいい準備をしてください。 OK ですか？はい、こう、じゃあスタート。一列でちょっと一斉きますか？諦めた。みんなやった。うわ、なんか思い出しちゃう。目切るな、ボールから目切らない。うわ、OK。来たわー、これ。それ来たね。ナイスケー。リングするよ、あと。いや。とにかくね、もうやるしかないからね。ここはね、みんなで、サブメンバーを含めてもうみんなで戦おう。ね、とにかくもう、チームとして、とにかく勝つことね。そこだけしっかりみんなで、フォーカスしてやりましょう。よっしゃ、お願いします。試合は、はい、ゴトビ。はい、桜。はい、出た。はい、なる。はい、はい、ゴーマルセロ。はい、マルセロ。はい、しゃいただきます。3、2、1、 OK です。
使うなり、そこに対してレンタに行くというところが前向きに考えます。現地から例えば北海道まで行ってて、こうしなくても言ったら、これ営業はここまで。だからこそ、それがトップで、トップでやればいいです。みんなで力合わせてやろう。はい。やるしかない。はい。あ、どうや。行こうや。行ける行ける。さあ。Yeah!
台所があるから。出す。で、飛行機。まあ本当にみんな一生懸命戦ってくれてチームとしてやろうとしていることっていうのをすごく表現してくれたと思います。なので、まあ、本当にね一生懸命戦ってくれて、まあ本当この敗戦っていうことね結果に対してはまあ俺自身の責任として、しっかり受け止めて、まだねあの練習の中でまだまだ見れてない部分もあるし、まあ、ゲームを通してやっぱり俺がもっと、ね、修正しなきゃいけない部分っていうのがやっぱりできてないからこそ、ね、このこれだけ試合をコントロールしてるにもかかわらずやっぱり、ね、負けてしまったっていうのはまあ自分の責任だと思ってますので、あのみんな本当に下を向く必要はないので、またね引き続き一生懸命トレーニング一緒にやっていけたらいいと思うので、ありがとうございました。よろしくお願いします。締めれた。締めれた。